ベントでゴイスは、ポルトガルのイエズス会修道士。ムガル帝国で宣教した。インドから中国まで陸路を旅したことで知られる。名は、ラテン語化してベネディクトゥスとも呼ばれる。姓は、ゴーズ、ゴスとも綴り、このため、ゴイスと書かれることもある。中国名は、ガク・ホンアツ氏。ゴイスは、アゾレス諸島のサンミゲル島にあるビラ・フランカ・ド・カンポで生まれた。インドへは、 軍人として渡航したが、1584年にゴアのイエズス会に入会した。ムガル帝国のアクバルはイエズス会史を宮廷に招き、1595年にジェロニモシャビエル及びマヌエル・ピニエイロと共にゴイスは当時の首都ラホールの宮廷に入った。しかしアクバルはキリスト教を特別扱いしたわけでなく、単に宗教的に寛容なだけであり、イスラム教徒を キリスト教に改宗させるのは困難だった。同じコロペキに入りしたマテオリッチは、マルコ・ポーロなどに言う、タ体が中国のことであると判断した。しかし当時の地図ではタ体を中国の北に置いていることが多かった。また、キリスト教国と伝えられていたタ体と中国は異なっていた。そこでシャビエルはゴイスに、インドからタ体エリクロを探検させた。 ゴイス本人による旅行記録は残っておらず、わずかな記録の断片及びゴイスに同行したアルメニア人キリスト教徒である遺作の口実をもとに、リッチはゴイスの旅行を再構成した。このため、ゴイスの通った経路には不明の点も多く、記録の信頼性はあまり高くない。他にゴイス本人による書簡やゲレイロによる記録が残っている。 ゴイソラの一行は商人に変装して1602年にアグラを出発してラホールにいたり、そこで500人ほどからなるキャラバンの一行に加わった。キャラバンはカーブルを経てパミール高原を越える困難な旅の末、おそらく1603年11月にカシュガル王国の首都であるヤルカンドに到着した。ヤルカンドには1年ほど滞在し、それから別のキャラバンに参加して、 天山南路を投身した。アクスを経て、チャリスに至った時、マテオ・リッチと北京で一緒にいたというイスラム教徒に会った。これでタいと中国が同一であると確信した。ゴイスは、さらに、トルファン、ハミを経て1605年末に宿州に到着し、そこからリッチへ手紙を送ったが、ゴイスは、リッチの中国名を知らず、住所もラテン文字で書いたために、最初の手紙は、 行方不明になり、1606年の復活祭に書いた次の手紙が11月に届いた。リッチはポルトガル語が話せる中国人キリスト教徒のフェルナンデスをゴイスのもとに送ったが、ゴイスは宿州で病死した。ありがとうございます。